フランチェスカです。さあ今回は私もおすすめなピアスを紹介したいと思います。ピアスを開けてる人だったら誰もがぶつかったことがあるんじゃないかって思うぐらい、ピアストラブルっていろんな種類があって、金属アレルギーだったり、ピアスホールに負担がかかったり、引っ掛けちゃったり、産んできたりっていろいろあると思うんですけど、まあ、そういうトラブルが起きた時にどうするか、ピアスを外して治るまで様子を見てピアスの穴を貫通させとくのを諦めるのか、それともなんか他の方法でホールを維持しながらケアしていくのかってね、そんな風にいろいろ悩むと思うんですけど、どうしても諦めたくない、せっかく貫通させた、せっかく開けたピアスのホールだから、そのまま何としても維持して、将来的にはちゃんと貫通させておしゃれをピアスを楽しみたいっていう人ね、すごい多いと思うんですよ。むしろそんなに簡単に諦めちゃうのはね、もったいないって私も思ってるわけですよ。なので今回は、まあ、そういうトラブルが起きた時どういうピアスをつけたらいいのか、どういうピアスが一番いいのかっていうことをね、今までの私の経験も踏まえてお話ししていきたいと思います。では行きましょう。では早速なんですけど、私が今までいろんなピアスを試したりつけたりしてきた中で、これがやっぱ一番最強だなって思ったピアス、今日おすすめしたいのはこちらです。ストレートバーベルです。これがもう本当に最強だと私は思ってます。今までファッションピアスとかボディピアス以外のものをつけてた人は、ストレートバーベルとかボディピアスっていうと聞き慣れない言葉だなって思ったりもするし、あまり自分には縁がないんじゃないかなって思ってる方もいると思うんですけど、これボディピアスっていう名前で呼ばれてるけど、別に体以外どこでもつけていいんですよ。耳たぶでも OK なんですよ。実は割とね、知らない人もいるんじゃないかなと思うんですけど、このストレートバーベルだったりボディピアスってもうサイズがいろいろあるんですよね。もうすっごい細い規格のものもあるんですよ。もうそれこそ18ゲージとかファッションピアスと変わらない同じぐらいの太さのものってね、あってですね、そういうものを使うと拡張とか特別何もしなくても普通にファッションピアスを通してた穴にも入るわけですよ。だからね、全然使えるんですけど、このピアスがなんで私が最強と思ってるのか、なんでおすすめかというと、まあ、形と素材、まあ、これが本当に最強だと思ってます。素材って言うとね、金属アレルギーの方とかが結構敏感になるんじゃないかなと思うんですけど、もう基本的にボディピアスはちゃんとしたものだったらサージカルステンレスとか金属アレルギー対応の素材で作ってくれてることが多いんですよ。なんで他のものも金属アレルギー対応のピアスいっぱいあるのにこれなんだっていうと、全部がサージカルステンレスで作ってくれてるんですよ。そんなん当たり前じゃん、だって金属アレルギー対応なんだからって思うでしょ。でもこれね、実はちょっとした落とし穴があって、普通のファッションピアスだと金属アレルギー対応ですって書いたとしても、ピアスが直接皮膚に触れるキャッチとシャフトの部分、ここはね金属アレルギー対応で確かに作ってくれてるんですけど、モチーフの部分がねまた違う素材で、まあ、例えばめっちゃキラキラした可愛いのついてるってなったら、それが実はサージカルステンレスじゃなくて合金とかメッキとか金属アレルギーになってしまうような素材を使ってたりするわけですよ。でも金属アレルギー対応のものを使ってますっていう大文句は嘘ではなくて、ただなんで対応してるって書いてるのにこんなにかぶれちゃうんだろう、こんなに金属アレルギーみたいに荒れちゃうんだろうっていう時は、そういう落とし穴があったりするんですよ。でもボディピアスはそういう心配がなくて、まあシンプルがゆえに、そういう合金とかメッキとか他の素材で作って装飾をするようなものもついてないわけですよ。ってことは、サージカルステンレスのボディピアスストレートバーベルをつけてると金属アレルギーで悩んでる人も大丈夫ということになるんですよ。そしてもう一つ、さっきも言った形なんですけど、すっごくね、シンプルな形をしてるじゃないですか、ストレートバーベルって。ボディピアスの中でも、類稀に見るすごくシンプル、まあ一番シンプルな形を私はしてると思ってるんですけど、この形がね、すごくいいんですよ。まあ、どういうことかというと、シンプルイコール軽いっていうことなんですよ。まあ、軽いっていうとね、その重たい素材を使ってるものとかゲージ数が太くなってくるとね、どうしてもちょっと質量は上がってくるんですけど、でも必要最低限のシンプルな形で作ってるから本当に軽いんですよ。軽いってことはどういうことかというと、ピアスホールに負担がかからないっていうことです。もうこれが本当に重要なんですよ。もしピアストラブルが起きた時にどういうことが起こってるかって言ったら、まあ、耳たぶとかピアスホールはすごく敏感なデリケートな状態にあるんですよ。そういう状態の時に耳に負担がかかっちゃう重たいものをつけてると、直そうと思っているのにだんだん悪化させていってしまう。そのピアスの重みが命取りとなって、ピアスホールをだんだん苦しめているっていう状況になっちゃって、悪循環になってなかなか治んないってことがあるんですよね。だから金属アレルギーにしても肉眼にしても産んじゃったりにしても、ピアスをなんか通さなきゃっていう時はできるだけ軽くて、できるだけシンプルなものをつけとくのがおすすめなんですけど、そういう時にね、もうこれ本当に最強なんですよ。すっごい軽いし、すっごく使いやすい。でもね、軽くて使いやすくてシンプルなんだったら、他にもいろいろピアスの形があるから他のでもいいじゃんってなるじゃないですか。
最後、これがなんでおすすめかっていうと、ゴールの形、両側にボールがついてるってことは引っかかりにくいんですよ。四角よりも三角よりも丸なんですよ。丸がツルツルなって他のものを引っ掛けない。例えば髪の毛が長かったらシャンプーするときとか、あと髪の毛を櫛で通すときとか、いろいろね、耳の近くとかピアスのついてるものの近くにね、物が当たっちゃうっていう状況があると思うんですけど、そういうときにね、引っ掛かりが悪いもの、引っ掛からないものをつけてると、ちょっと油断してガシっていっちゃっても、切って引っ張ってガッて引っ張るみたいなことがないわけですよ。つるってね、なるべく回避をしてくれるっていうことなんですよ。本当にこれはね、助かる。だからつけてること、あ、そういえばずっとストレートバーベルつけっぱなしだったってね、意外と忘れちゃうぐらいにずっとピアスホールに馴染んでくれてたりするし、本当にこれはね、おすすめなんですよ。ということで、今回は私も今までの経験の中で一番おすすめだなって思っているボディピアス、ストレートバーベルについてお話ししてきました。まあ、結構いろんなトラブルが本当にあると思うんですけど、まあ、どんな形であれ、なんかピアスをつけときたい、つけとかなきゃっていう時に、このストレートバーベルっていうのが一番耳に負担がかからなくて、いろんな合理的な部分があるからおすすめですというお話でございました。まあ、今回ストレートバーベルもサージカルステンレスっていう素材を使っていること前提にお話をしてきたんですけど、例えば透明ピアスを使わなきゃいけないとか、目立つものをつけれないっていう人はね、シルバーとか色のついてるサージカルステンレスのバーベル使っとくっていうのもね、難しいかもしれないんですけど、それ以外で別にピアスをつけてることがバレても OK っていう人だったら全然使えるし、耳たぶに18ゲージのストレートバーベル入れてるぐらいだと、すごくシンプルなので、むしろ前から見て後ろから見てってよくよく見ないと、パッと見だったら全然ストレートバーベルをつけてるとか、ボディピアスをつけてるっていうのがわからないぐらい、そういうシルバーのボールのモチーフがついてるファッションピアスじゃねっていうぐらいね、馴染んでわからないっていうこともあるんで、初めてボディピアスを使うっていう方にも抵抗なく使えるんじゃないかなと思います。そして他にもこのボディピアスについて、ボールとかシャフトとかゲージとか専門用語がいろいろあるんですけど、そういうことを解説した動画も作ってますので、もっと詳しく知りたいなとか知らなかったなという方はそちらも見てくれると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。そして動画の概要欄に私のやってる Twitter の URL、 そして私がグループでやってる質問節チャンネルという YouTube チャンネルの URL もありますので、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。